はい。今回は立憲民主党について、えーまあ、調べたことをお話していきます。立憲民主党は自民党と同じであると思う二つの根拠という件ですね。こちらをお伝えしていくので、今回もよろしくお願いいたします。立憲民主党についてね、たまに聞かれることがあるんですよ。で正直言ってよくわからないんで、まあ、僕はあの例は山本太郎さん応援していますが、 ま他の政党について、そこまで詳しいわけではないんですがあ、たまたまちょっと調べて分かったことがありまして、こちらの件がですね、まあ、リ,スリスナー様のお役に立てるんではないかと、えーまあ、そういう思いで、この件について触れていきますので、今回もよろしくお願いいたします多分ですが、まあ、僕も思ってることがありまして、で多分ん、リスナー様も思ってることがあると思うんですが、あの支持する政党とですね、支持する議員が異なるっていう、まあ、そういったまあことなんじゃないかなと思うんですね。 でまあ、立憲民主党の中にです、ね、原口一弘さんというまあ議員がいますよね、あと小沢一郎さんも立憲民主党なわけですよね。だから例えば、まあ、僕はあの小沢一郎さんはまあ応援してるんですよ。で原口一弘さんという方はまあ応援してる方が多くいらっしゃるようなんですがあまりよくわからないのでねわ、えー、からないことなんで。 ちょっと何とも言えません。だから別にそのことについては何とも言いません。ただし、まあ、小沢一郎さんも原口和弘さんもですね、まあ、立憲民主党の議員であると、まあ、そういったことが、まあ、事実なわけですよ。で何が 僕たちがですね、えーまあ、考える、まあ、その政党選びであるとか、まあそのね、選挙とか投票の際に考えるっていう、まあ、ことの、えーまあ、大切なことかっていう、まあ、そのことなんですが、<laughs> 立憲民主党っていう政党なんですね。この立憲民主党党いう政党は、 でできないんですよ理,理由があって、でその <laughs> 支持できない、えー、理由を今からお伝えしていきます。別にこの話っていうのはね、うん、別に嘘でもでたらめでもなんでもなく、調べた話で、えー、もしかしたらリスナー様もご存知かもし、まあ、れない。だからそういった理由で、えー、立憲民主党を支持しない方がいらっしゃるかもしれない。で、えー、根本的に支持できない、えー、理由が2つあるんですね。えー、まず1つ目はですね、えーまあ、この軍需産業に関する、えー、この考え方なんですが、これがですね、非常にもう懸念というか、 国民の、まあ、側を向いていない、て、ま、な、あ、そういったことなんですよ。そ,それに例えばなかなか気がつかないかもしれないんで今回の話を聞いていただいてですねあまあそ,そのようなことなのかと思っていただければいいんですが。 立憲民主党というのは、例えば自民党とです、ねまあ、対立するような位置、立ち位置にいるように、まあ、見えるだけなんですよ、それは単に見える見せ方の話なんですね、で何が、まあ、そ,うそうなのかというと、立憲民主党と自民党というのは同じ法案を通そうとしてるんですよ、軍需産業支援法案という、この法案をです、ね、立憲民主党、自民党が通そうとしてるわけですよ。 でこの軍需産業支援法案っていうのは、あ軍需産業を国営化する法案ということでねで、これっていうのは何を意味しているのかっていうと、まああまあ、日本の創始国である米ですね、米っていうのがまさにこれに当たるんですよ、えー、国の、まあ、中心に軍需産業があるで、えー、米っていうのは、国ができて以来、えー、建国をして以来、えーねえー、何かにつけて有事で、えーこうね、国を維持、継続しているっていう、その特徴がありますから、これも別にデータの嘘でもなんでもないんで。 で、そういった。まあものなわけですよ。日本がそっち側に向く可能性があるんですね。非常にあの懸念する。これ内容なんですよ。 えー、例えば、ですねこの次にお伝えする消費税とかそういったものもそうなんですが、日本の国家そのものがその軍需産業を中心に向かうって非常にあの危険なんですよね。うん、だからこの観点で、まあ、僕はもう立憲民主党は支持、えー、しません、一切、えー、他のことがどうのこうのとかそういうことは抜きに、でこれっていうのはまあ皆さんもそう、まあ、思っていただけることに、ねね、していただければと思うんですよ。<laughs> だからこの軍事産業とか 日本が有事にということのね、まあ、ことで、広く言って、ですね、この5つの政党が支持できない、そういうふうに考えていただければと思います。まず何かっていうと、ですね、自民党、公明党、維新の会、国民民主っていう、この4つの政党はですね、憲法改正、改憲を推奨してるわけですね、救助をなくすとかね、緊急事態条項とか、基本的人権の削除とか、日本国民の全くためにならない、その憲法改正、と丸の協議に向て、 向かおうとしているののがこの4党ですね、えー、全く支持できません。えー、そこに加えて、ですね日本日本をこの軍需産業中心の形に持ち込もうとする、えー、立憲民主党も入るんで、えー、自民、公明、維新、国民民主、えー、立憲民主ってこの 5, 5政党が支持できない、えー、まあ、僕はそのように思います。だから、その支持する、支持しないっていうのは、えー、人によって考えが違いますが、根拠があるんですよ。全くくく別に何の根拠もなく、ねうん、ななねんとなくとかあ 適当ととかかデタラメとかで、はないんでですすねえまずここが1つ目ですで次、2つ目ですね。えまあ、減税、あるいは消費税に関する考え方っていうところで、この点で全く指示できません。で、こちらはですね、まあ、リスナー様がコメントに書いていただいて、まあ、それを元に調べてみたんですが、話にならないっていうことなんですが、 立憲民主党っていうのは自民党と同じく、まあ、緊縮財政、だから財務省の言いなりっいうことじゃないですか、話になりませんね、うん。で、今まで多分それを隠していたんですよ、緊縮財政のスタンスを隠していて、えー、なんかこうね、えー、あ,あたかもそういうなんかポーズをとっていて。 ポーズに、えー、国民が踊らされていたんですが正体が分かってきました、えー、全く支持できない、えー、何がどう支持できないのかというとですね、あの泉健太って言いますが泉健太が消費税減税を政策に入れないと、まあ、言っているわけですよ単純に減税をする、まあ、ポーズをしているだけじゃないですか話になりませんよね。うん でこの泉健太の前ですが過去に枝野と言いましたが、枝野がですね消費税減税を、まあ、言っていたんですが自分たちの議席数が減ったことによってその消費税減税は間違いであったとかって理解不能なわけですよ。だから理解不不能意味不明です。うんで ここらへんからまた話が難しくなってくるんですが、えー、その政党あるいは議員の後ろに何がいるのかっていう話なんですが、まあ広く言ってですね、えー、まあ立憲民主党とかあ自民党の背後には財務省がまあいるともう取れるんですが、えー、この伊豆み健太っていうね、えー、まあ人物の背後には連合っていうのがいると、まあそういったこともまあほぼ分かっているわけですよ。で、連合っていうのは労働者の味方のようなふりをしてますが、そうではない。えー、おそらくですね、連合の背後にはトーがいて、えー、まあそのト丸財務省、そういったものが総使国、そういったものがつながりを 裏で帯びているるその可能性がある何を言っているのかというと、立憲民主党の正体はです、ね、その消費税を減税しない、減税しているポーズだけを取る、まあ、そういったものであるとで、例えばこの連合の思惑、財務省の思惑に従っていくと。つまり 立憲民主党、いいと思うかもしれませんが、例えばそ、ね、そのねその税、消費税に関しての考え方、かあもし思われるんであれば、立憲民主党っていうのは、消費税増税のスタンスにいるということです。もう一回言いますよ、立憲民主党っていうのは消費税増税のスタンスにいるってことですもう一回言いますよ立憲民主党っていうのは消費税増税のスタンス自民党と同じ考え方であるということです。 緊縮財政といってです、ね、今の日本が全くも良くならない、悪くしかならない、そういった、まあ、考えを持っているのが立憲民主党という政党であるということが分かります。まあ、皆さんも思っていらっしゃるでしょうが、僕も思うんですが、今の日本経済と日本国民に必要なものというのは、これはもう限られているんですよ。 考えは人によって異なると言いますが、えー、日本国民、えー、日本経済に必要なものというのは共通しているわけですね。えー、消費税廃止、えー、消費税減税。 あとですね、えーまあ、積極財政、うん、だあとは、日本国民税に給付金、あるいは中小企業にその積極財政ってお金を撒いていくっていう、そういったことで、経済の好循環を目指していかないといけないんですが、えその際にですね、立憲民主党は、消費税を上げようとしている、あるいはですね、積極財政の反対である、緊縮財政をするえ、その時点で日本国民の側に、まあ、いない政党であるということが分かります。 だから、ここら辺が複雑なんですよ、あのだからそういった理由で、立憲民主党という政党を僕は全く支持しません、あの小沢一郎さんという議員は、ですね昔からまあいいなと思って支持するところはあるんですよ、でそのリスナー様でも、原口和弘さんという方を支持する方はいらっしゃると思うんですよ、ただまあ僕もまあリスナーさんもそこら辺は複雑な思いだと思いますが。 えー、軍事の点において、あるいはです、ね、消費税の点において、立憲民主党というのは自民党と同じ、えーまあ、もっと言えば自民党イコール立憲民主党と言っても過言ではない、全く支持できないと思います。えー、この話がですね、まあ、リ,リスナー様の何かの参考になっていただければと思ってお伝えさせていただきました。まあ、最後にお伝えすするとですね きちんと日本国民のことを考える消費税廃止とかね、消費税減税あ、あるいはですね、インボイス制度の中止、あるいは日本国民に対する給付金とか積極財政、あとさまざまな外交を考えているのは、やはり例は山本太郎さんしかいないと、まあ、そのように思いますということで、ちょっとまあ難しい内容なんですが、まあ、リスナー様参考になっていただけるものがあればと思いまして、今回こちらですね、立憲民主党についてお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。 今回はここで終わります。失礼いたします。